今回はですね、ちょっと脱初心者、脱豆腐建築をメインとして簡単なところでできる屋根のご紹介になっております。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、建築チュートリアルとなります。今日やっていくことは屋根について。屋根ですね、実際いろんな作り方がありまして、いろんな見た目のものがあります。今回取り上げる内容としては、どちらかというと初心者向け建築やりだしてですね、最初豆腐建築からになると思うんですが、そこに後ろに見えるようなこの状態の上にですね、建築をして見た目を少し良くするというものになっております。テクニックに関しても比較的簡単に作れるタイプを3選という形で3種類プラスアルファでですねご紹介していこうかと思っております。使っていくテクニックに関しても以前お伝えしている超基本12選でご紹介しているような内容の基本的な部分で作れるようにしておりますので、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったりチュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとツイッターの方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、ツイッターの方でもフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず建築に入る前にですね、各建材についてご紹介していこうかと思います。見た目に関してですね、ご覧いただいた通り、各建材ですね、種類によって見た目が異なってきます。藁、木、アドベ、石、本質、金属、テックですね。それぞれ見た目が違う部分もありますし、使う種類ですね。階段、スロープ、傾斜付きの屋根ですね。階段に関しては、スロープパターンと階段パターンと2種類ありますので、これで見た目にアクセントをつけることも可能です。簡単にだけご紹介していきますね。スナップポイントであったり、大きさとかも違ってきたりはするんですが、細かいところは以前の12線を見ていただければと思います。藁に関してと温室に関してはこちらの傾斜付きの屋根だけになっております。見た目こんな感じですね。木材に関してはこのようにですね、左からスロープ、階段のスロープ、階段、傾斜付きの屋根になってます。階段に関してなんですが、両方スロープにしてみたりするとですね、ここにスペースが空きます。傾斜付きの屋根、角度同じものにはなるんですが、サイズが一回り違うものになっておりますので、階段はぴったしワンブロックに合ってます。傾斜付きの屋根に関しては少し一回りぐらい大きいものになってます。なので屋根を並べる場合は隙間が空かないんですが、階段の場合はちょっと隙間が空いてしまいます。ここも作り方にはよるんですが、こういう違いがございますので、スナップの違いも含めてですね、考えて作る必要が出てきます。次にアドベですね。傾斜付きの屋根に関しては一番瓦っぽい作りになってますんで、見た目はいいんですが、色を塗るときにですね、ちょっとつく場所がいろいろあるので、色に関してはまた後日ご紹介しますね。階段に関しては、スロープにした場合、スロープと同じ見た目になるので、屋根の見た目と違うものに関してはですね、このように見た目の違いが出てきますので、こういったところで使い方を変えてみるっていうのも一つアクセントになります。そのまま木の場合とかですね、鉄の場合は隙間ができるんですが、それ以外はこのように隙間もない状態の作りになってますんで、こういうので見た目を変えてみる、段々をつけてみるっていうのも一つの手段になってます。石ですね。石に関してはスロープがないです。階段と傾斜付きの屋根。
金属ですね。で、テックになってます。テックもスロープの見た目になりますんで、角度が傾斜付きの屋根、見た目がスロープっていうものが階段のスロープ状のものになってます。切り替えれる面もあるんで、隙間アクタイプとか光入れにアクセントで階段とスロープで両方使い分けてですね、建築するっていうのも一つの手段ではあります。見た目が違うので、傾斜付きの屋根とスロープも、テックの場合は結構差が大きいので、ミックスさせるのはなかなかデザイン的に難しいですね。金属が一番色出やすいんですけども、テックもですね、結構色を塗れるものになってます。ピントはですね、少し作る部分もあるので、ここは今回ちょっと省かせていただきますね。アクセントをつけることはできます。以上が建材ごとの見た目についてご紹介でした。ではですね、実際建築にあたってなんですが、一応偶数と奇数で屋根の感じも変わってくる部分はあるんですけども、近くに柵置いてとかでですね、屋根作ることももちろんできるんですが、今回は三角屋根をベースにしたものになっております。三角なので偶数であれば普通に三角作れるんですが、奇数の場合とかではまた変わってくるので、そこも含めてご紹介していこうかと思います。まずは基本の偶数ですね。一般的な屋根としてですね、屋根を張っていくんですが、この壁の部分に関しても裏表ありますんで、これで木の場合はちょっと枠がずれてくるんで、合わせていただく必要は多少出てくるんですが、柵にしたりとかですね、いろんな方法はあるんですけども、今回は普通に作っていきますね。このように傾斜付きの壁を使って、まず三角を作ります。傾斜付きの屋根ですね。両サイドにある形ですね。これだけでも少しですね、先ほどご案内した通りちょっと大きいので、普通の壁からちょっと出ます。ここもですね、よしあしはデザインによってあるんですが、これによって普通に屋根張るだけでもですね、少し見た目良くなります。このようにですね、各建材で見た目が違ってくるというものですね。藁の場合ですね、ちょっと藁吹き屋根になるんですが、ちょっとワンブロックごとになるんで、少し見た目がつなげてしまうと段差が生まれてしまう部分があります。人部が一番屋根っぽいですね、瓦っぽいのがあるので、日本建築とかには結構向きます。でこっちは金属タイプ、つながりですね、テックとつながり、こういうつながり方しますんで、鉄とテック合わせる分にはいいんですが、他のと合わせるとちょっと微妙ですね。音質とかですね、天窓みたいにですね、一部だけ音質にしてみるっていうのも一つの使い方ではあります。こんな感じで普通に貼るだけでもですね、少し見た目変わってくる部分と、建材考えるだけでですね、少しデザインが変わってくる部分がありますんで、色塗るとさらに変わってきますね。ある程度やっぱり統一していただいた方が見た目は良くなります。まずはこれが一つ目、基本的な屋根を張るっていうところですね。続いて二つ目、奇数の作りに屋根を張る場合ですね。これもいろいろあるのはあるんですが、普通に張るという点でご紹介していこうかと思います。さっきと同じように壁を張った状態ですね。奇数の場合はどうしても真ん中がそのままになってしまいます。どっちかに貼ろうと思うとどっちかに寄ってしまうっていうのもあるんですけど、そういう作りも一つのデザインではあるんですが、今回はちょっと別のをご紹介しますね。まずここに天井を貼ります。傾斜付きの屋根ですね、全部貼ります。貼れました。一応ですね、反対側貼るときも壁貼ってから出ないと貼れなくなりますんで、ご注意ください。これで一般的な傾斜付きの屋根ですね、こっちの基本形に一マスついた状態になります。ここから上におしゃれに作っていこうかと思います。まず、ここに関しては天井をですね、貼っていただきます。半ブロックでですね、普通のブロックは別でこのように貼れるようになってます。これを一旦全部貼ります。ちょっと出た状態ですね。ここに対して足場をつけます。ここから角度台を天井の真ん中と各両サイドの天井側ですね、3つ貼ることになります。
ここの柵土台のこっちから見た方がいいんですが、スナップポイントが柱を置くのに3つあります。真ん中に行きます。中心ずれちゃうんでね、見た目的に真ん中に置いてください。この状態で壁を真ん中このように置いてください。これ後ほどご案内しますが、見た目によって表裏変えれます。今回ちょっと上は裏で置こうかと思うんで、両サイド裏に見えるようにですね置いてます。真ん中はどっち向きでもいいです。置ける向きで置いていただければ大丈夫です。3枚とも壁を張った状態になってます。先にちょっとここを張ってしまいますね。ここに対してスロープを貼ります。ここにスロープを貼るんですが、スロープの貼り方によってですね、今3枚壁を置いた両サイドにスロープを貼った場合は、てっぺんがこうなります。ぴったし合う感じになります。もう一つ分かりやすいように真ん中の1枚だけにしますね。実際は3枚貼ってからやっていただくことにはなるんですけども、このようにですね、真ん中の屋根にスナップしてスロープを置いていただいた場合は、天井がこのようにクロスした感じになります。これだけでちょっと見た目が変わってくるので、下の方はそんなに気にならないんですけど、この天井の重なり具合で見た目が変わってきますんで、ここはお好みで作っていただければと思います。どっちにスナップさせるかっていうところですね。もちろんこの状態でも真ん中に貼ることはできるので、極端な話両サイドにスナップしておくこともできなくはないです。多分できるかな。さらにクロスさせるっていうこともできます。左側は一番右の壁に、右側のスロープは一番左の壁にスナップさせた状態で、さらにクロスさせるっていうこともできます。ここはてっぺんの見た目の部分になりますんで、お好みでというところになりますね。今回はちょっと外側の壁になります。綺麗に天井が合う形ですね。ここはちょっとスナップポイントがいっぱいになるんで、難しいとこがあるんで、ずれないように確認しながら貼っていただければと思います。この状態ですね。このてっぺんの部分はもう一個柱を立ててですね、三角の屋根をそれぞれ外側のところですねに立てる形、それでこういう屋根ができます。もしくは足場を置いてから柱を置いて傾斜屋根を置かないと順番が重要になりますのでご注意ください。ここですね、こういう感じ。木の木目にする場合は下の壁の向きになりますんで、壁の向き調整していただければ普通の木目の方を出せます。裏側じゃなくて、ここはちょっと裏の方が見た目いいかと思うんで、こういう感じですね。両方足場が出る形も作れますし、足場なくてもいいですね。この間に飾り置いていただくっていうのも一つの手段で、これを向こうまで貼ります、反対側も同じように作るんですけども、では反対側もこのように同じように作りました。この間なんですが、先ほどご紹介した通り真ん中だけ使う場合は1本だけ柵土台を伸ばしていただければいいです。このように真ん中だけですね。ここはもう屋根張るだけなんで、この傾斜付きの屋根とかつけないんで3枚なくていいです。このように両サイドのところにスナップしてスロープをつける場合は、全部3本とも柵土台を張っていただく。これに壁をつけていくと。クロスした状態だけで良ければ真ん中の壁は不要なんですけども、あとちょっと一つワンクッションつけようと思ってるので、今回は3枚とも貼ります。こんな感じで3枚とも貼ります。ご注意いただきたいのが、これですね、柵土台表裏があるので、これ見ていただいた通りですね、貼る向きによって表裏が変わります。壁のですね、なのでズレが生じます。ここ一個だけズレてるんですね。柵を貼った時の向きですね、ここはこっち向きに貼ってるんですけど、さっきこっち向きにこう貼っていきましたよね。向きが違うっていうところをここだけ出しました。わかりやすいですね。このまま行きますが、この場合後でちょっとお見せしますね。先にスロープ貼っちゃいます。この状態に貼って、最後ですね、先ほどご紹介したかったのが、ここまっすぐにしてるんでちょっと見栄えよくですね、真ん中に柵をですね、こうちょっと立ててみるっていうのも一つなんですけど、
この場合に表裏にするとですね、木だと分かりづらいんですけど、微妙にずれます。表裏ですね。そんなに目立たないところではあるんですが、ここもご注意いただければと思います。合わせていただいた方が見た目はいいです。そんなに屋根ですし、目立たないとは思うんですけど、真ん中もですね。柵から置いていただくと、ここの間にも置けます。順番ですね。これ、後で柵だけ置こうと思うと置けないので、この柵を張る場合は先に張っていただいてになります。ここは最初の段階でどういう作りにするか、ここ張るか張らないか。クロスにするんであれば、特にこの柵張らなくても見た目良かったりするんですけど、どっちにしたいかっていうのはデザイン次第。あとこの部分に関しては、ハンティングトロフィーの台座をこのように飾っていただいて、何かトロフィーですね、飾っていただければちょっとしたデザインになります。あとこの辺に縄ばしごを貼っていただいて、このようにですね、縄ばしごって畳めるんで、垂らしておいてもいいですし、畳んでいただくとちょっと見た目っぽくなるっていう感じですね。ここはまあお好みでというところになります。仕上げなんですが、ここに今天井出ちゃってるんですけど、これ別に貼ってからですね、壊していただければ、こんな感じで天井が出来上がるというものになってます。途中でですね、天井の角度が変わってくるので、こういったところもおしゃれに見えますし、ちょっと出ている部分ですね、あと出入り口とかここに作るんであれば、少し出窓とかつけていただくとさらに見た目が良くなるというものになりますね。奇数バージョンの場合になります。補足としてなんですが、例えば 4×4 この屋根を作る場合なんですけども、これですね、このようにハンマスで置けるので、ハンマス突き出していただいて、これで5ブロックになるんで、あとは同じように作っていただければ形を作ることができます。天井部分はこの 5×5 になりますね。もう一つですね、この出っ張りを綺麗に合わしたい場合なんですけど、出したくないよっていう場合の作り方、これは奇数ではちょっとできないので偶数にする必要があります。これ 5×4 になってるんですけど、奥行きはですね、どれだけでも偶数奇数関係なく作れますんで、この正面の部分が偶数か奇数かの違いです。この場合5ブロックだった場合、もちろんもともと偶数であればその必要はないんですけど、さっきと同じようにですね、ハンマス出していただければこのように偶数にできるんですね。この状態でまず壁を張った状態で傾斜付きの壁をそれぞれ張ります。この頂点の部分だけまっすぐな状態、これ偶数だとさっきみたいなハンマス出さなくてもここ2枚貼れますんで、あとは同じ状態ですね。下は傾斜付きの屋根を貼っていただくと、いくつか違うところがありまして、まずこの部分に関しては足場が貼れません。この形でですね、この位置についてしまうんで、これが違い1つ目。上には貼れるんで、これ後でしますね。柵土台貼るのは一緒なんですけども、これで3つ貼ります。端っこが見えるんで柱は貼ってください。壁を貼ります。ちょっと今回はさっきの派生なんで、この部分だけ作りますね。これで3枚貼った状態、この状態であればここに足場置けますんで、足場置いていただいて、ここでさっきと同じようにですね、スロープを貼ってしまうとこういう感じになってしまいます。これだと見た目悪いので、これに関してはですね、もう1段壁を伸ばします。柱を伸ばして壁を伸ばす、この状態を作っていただきます。もちろんてっぺん足場置いていただいてもいいですし、なくてもいいです。この状態でスロープですね、今回真ん中にスナップさせた状態になってるんで、こういう状態でクロスしていればそのままでもいいですし、この状態で真ん中に柵を張って傾斜付きの壁を両サイドに貼ると、この形でもいいですしね。十字になっている場合はそのままでもそんなに見た目悪くないと思うので、この状態で置いていただければここはぴったし合います。ただちょっと頂点が高くなるんで、ここに空白が結構空きます。
その部分をちょっと埋めるとなるとですね、ここ端っこ出てしまいますし、ここ貼ってもなんかおかしな感じになるんで、ここに関してはですね、ちょっとうまいこと埋める必要があるんですけど、それやりだすとちょっと大変なことになるので、ここぴったし合わせたいよっていう場合は、こういう作り方もできなくはないです。こんな感じですね。こっちと違ってやっぱり空いてるスペースがですね、大きくなってしまうので、ここに関してはですね、ちょっと考えないといけない部分が出てきます。ただこの辺にですね、例えばこういう感じでですね、出る形にしていただいて、見た目ごまかすとかもできなくはないので、そこはお好みでしていただければと思います。ここはちょっと補足の面ね、ハンマス出して奇数にしていただいてもいいですし、偶数にしていただいてもっていうので、ハンマス出す出さないでですね、ここの見た目も変わってきますしね。あとこの辺に柱立てていただければ、柱とかあと両扉枠とかでもいいですね。あと見た目だけなんで支柱とか立てていただいてもいいと思うんですが、こういう形で作ることもできます。これちょっと下一段にしてるんで変な感じですけどね、高くしてればそんなに気にならない具合になります。ここはまあデザインのお好みで作っていただければと思います。では最後3つ目になるんですが、今回は 2×4 マスにしてるんですけども、これは別にこの横の部分ですねとかで作っていただいてもいいですし、そのまま何か塔とかの頂点に作っていただいてもいいです。クロスとかですね、L 字とかにする場合、T 字とかにする場合の片側の部分で使っていただいてもいいです。これなんですけども、まとめて貼っちゃいますね。傾斜付きの壁を貼ります。これに対して、傾斜付きの屋根をですね、クロスするんですが、貫通してですね、このように貼れます。最後の部分なんですが、これですね、ここを置けない状態になっていると思うんですけど、ここを壊していただいて、これ最初貼らなきゃいいんですけどね、傾斜付きの屋根をこうしてこっちに貼っていただくと貼れます。これも置く順番になるんですけども、アーク建築基本概念として左側から置いていく形を置いていただければ置けます。こういうクロスの状態ですね。これ別にコリジョン無効にしてるわけではないんで、公式でできます。これを使っていただければ、こういう途中の部分に、例えばですね、こういう形で天井を張り出してですね、こういう作りもできます。左側から置いていただければ置けるという流れになります。こういう形でちょっとしたまっすぐな天井をアクセントつけるっていうこともできます。これ高さ上げていただいてもいいですし、高さを下げていただいても、この高さの状態で見た目変えるっていうのもありますんで、こういうところでアクセントをつけることもできます。例えばここにちょっと出窓じゃないんですけど、柵で貼っていただいたりとかですね。あとは窓つけていただいたりとかの天井にこういう形で置くとかもできますんで、これだけでも十分アクセントになると思う。正面がこっちだったら、ここだけこうして横こう伸ばしていくっていうのも一つの作りになりますんで、こういう形で作っていただければ置けるよというところですね。あとは傾斜屋根、階段、スロープでですね、衝突の判定がそれぞれ違ったりするので、このようにですね、スロープと傾斜屋根をつけていただく上で貫通して置けたりとかですね、衝突しなかったりとかあるので、そういったところで置いていくっていうのも今後慣れてきたらですね、そういうところも考えながらいろんな屋根を作っていただくということもできます。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、屋根についてのご紹介でした。簡単なところでできる屋根のご紹介になっております。凝れば凝るほどですね、結構いろいろ作れたりしますし、いろいろ建材を組み合わせてですね、衝突回避しながら作っていくっていうこともできるんですが、そこに関してはですね、また後日ですね、ワンランクアップの屋根とかもですね、ご紹介していければとは思っております。もちろん最後ご紹介したクロスする方法などを組み合わせていただくことで、
置く高さであったりとかポイントで少しアクセントをつけたりすることもできますし、もう少し手を込んだことをすればさらにベランダみたいなものを作ったりとかですね、ハンマス出したりとかですね、うまいこと見た目よくですねベランダつけていただいたりとかもできますので、そういったところ、あと今回省いております三角の建材使っていただければさらにですね幅広い建築をすることもできるようになりますので、そういった面もまた今後ですねご紹介していければとは思っております。今回はですねちょっと脱初心者脱豆腐建築をメインとして、豆腐の上に置いた状態で建築追加屋根をちょっとつけていただいて、おしゃれに見えるようにつけていただくと、ちょっと一段の上に置いたんでちょっと変な感じに見えるかもしれないんですけど、一つですねアクセントとしてご活用いただければと思います。普通にそんな難しい技術ではないんですが、後ろに見えてるようなもの使っていただければですね比較的しっかり作ってるように見えるんで、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。普段ですねアークについてトラップであったり建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったりチュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとツイッターの方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、ツイッターの方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。